こんにちは、ま、ゆです、えー、といつもリーディング動画ねありがとうございます見てくださってあのなんかたくさんの方に届いてるようですごく、うん、めちゃくちゃうれしくてあのー、ね好き今もねすごく次の星いさんやりたくてしょうがないんですけどそれより今もっとなんかこう中からシェアしたい衝動が湧き上がってきたことがあってあのもうなんか勢いであの撮ってみようと思って。 いるんですけどあちなみにね、この同じ画角でちょっと前までこの画角で感情楽を読んでたんですけど、しれっとね、この,このランプシェードが変わってるんで、もし <laughs> どうでもいいんですけど <laughs>、どうでもいいんだけどあの、前の動画と見比べて間違い探ししてみてもらっても楽しいのかもしれないと言いつつ、本題はあのー、今、なんかこなんかね、偉そうにこう、 あのななんだろうなメッセージを伝える偉そうにしてない <laughs> してるつもりはないですけどこんなことができる人間になれると思ってなかったんですよね23年前特に23年前で今シェアしたいなと思ったことがその割とね近いあの存在としてまあほんと出会ったばっかりなんですけどなんか出会ったばっかりに思えないような不思議な存在があの私の人生に現れてくれて。 でもう,もうめちゃくちゃ苦しい現実を生きているっていうあの様子を、えー、シェアしてくれてるんですよね。で、えーとまあ、近い存在っていうのもあるしあの、まあ、他のねクライアントさんとご縁,ご縁があるクラ,ク,ラクライアントさん <laughs> 喋れてないけどクライアントさんもやっぱりこうすごく あのまあ、いわゆる占い師とかいわゆるそういう、まあ、見える人に頼っていた頃の私頼っているというかもう,も,うそうもうなんか笑おもすがる思いで答えをくださいと何ですかこれはどうしたらもう助けて <laughs> 助けてっていうねえ状態で、えー、本当に占いばっかりはまってたし まあ、スピリチュアルの世界が同時に開けたっていうのもあるし、まあ、こうパカーってね開いちゃったっていうのもあるしそれに戸惑いながらももうとにかく苦しくてもう文字通りあがいてあこれ私の話ですよ23年前のね私の話3年前に1回鬼のような、まあ、いわゆる鬱状態みたいなのがガーって続いてで2年ぐらい前にもう1回ドカーンってあのもう毎日泣くみたいな。で 時期があったんですよ、ね、でまあじゃあ今はどうかっていうと驚くほど幸せを生きているみたいなね <laughs> あのえー、っていう別人ですよだからそのね現れてくれた存在もあのもうなんか当時の私にが会いに来てくれてるかのようなあなんだろうなもう愛で包む 以外のねこと浮かばないっていうかそのもういおしくてねでどんだけそのなんだろうな苦しいってこうどんだけもう,もう視野がね狭すぎる発言をもうぶちかましても愛おしいというかねこうもう自分でここに何ですかあのバケツを <laughs> なんかやたら重いバケツを頭にスポンってはめ込んで「助けて!」って言ってる「マジでこれ!」 誰でこんなことしてんのってね、えー、実は自分でこう外せるんですけど、そういう状態だった自分を、えー、思い出させてくれる、でその自分がどうやって乗り越えて、乗り越えたというか、どうやって、あのー、こうなったのかこう、こうなってほしいわけではあの、でもキャラはね、それぞれあると思うんで。 どうやったらその視界がねこんなにあの泣いてる鳥の声が美しく聞こえて美しく聞こえて喋れてないんですけど、えっと、曇っていても雨が降っていても空をね見て愛されてるなって思えるようなこんな毎日が降るんですかと。 <laughs> 思ってたわけですよね2,000年前の自分は本当同じ人間同じ名前のもと同じ人間がちょっと時間軸で言うと2三年前にいわゆる苦しすぎる現実もう本当に文字通りもがいてあがいてあのなんかもう,もう本当にもうゆのた打ち回るというか床をねのた打ち回って。 は苦しんで、もうこの辺がもう何ですか真っ黒。<laughs> 真っ黒みたいな。真っ黒で体調悪いし、眠れやしないし、あのもう起きてれば、えー、もういろんな黒い考えがね、えー、支配して。で、 あの誰を見ても羨ましいしもう羨ましいところじゃないんですよねもうなんか無気力みたいなもうなんかもうそのアップダウンはあるんですよねもうなんかチーンってなってる時間ともう怒りになったりか悲しみが過ぎて怒,り怒ってるとかねあのでそれを体験してはもう一回何度でも何度でも自分をね痛めつけてあの 自分のダメ出しをしてだからダメなんだとか、えーね、えもう周りを見ては <laughs> あのへこむなり怒るなり悲しむなり、えー、なんだろうな,なんかもうそういう時期をひたすら過ごしたことが過去なんてっていうね、えー、ところがあって、まあ、何が言いたかっていうとそれを、えー、何かヒントになればいいなって思う。 でえー、もちろんね皆さんに、あのー、役に立つかどうかは別としてなんですけど、あのー、そういうことって可能なんだみたいな抜けること抜,き出すぬん抜け出すこと終わりが来ること光が見えることって可能なんだっていう、あのー 思い出すきっかけになってもらったらいいなっていうのともう同時にこの,あの、まあ、じ今これをこれにねご縁がある今見て頂い,いてる時間帯がタイミングがどうであれベストな状態軸がないんでねあの最適最高最善の最適なエネルギーが届くようにセッティングしちゃいますので、はい、あのそんな あのこう整いみたいなのがね届くといいなっていう感じがしてまして最近なんですけどあの苦しまなくても痛みとか苦しみとかこう辛い努力とかがなくても学んでいいらしいとかね幸せって感じていいらしいとかね最近なんですよ。えいいのって 学び学び、学びこうやって何かねヒントをシェアしてヒントっていうか、まあ、ヒントになるかならないかもちろん選択があるんですけどこう例えばヒーリングができるようになってヒーリングの、ね、スキルとか経験が追いついてきて、えー、そうやってね近くで苦しんでる人クライアントさんでご縁がある人とかのこうお手伝いサポートとかあの、まあ、私 感覚としてはこうだろう通訳としてねその、えー、あなたのここと、ここと、ここのねあの3点をつなぐような通訳、まあ、主には、ね、ここからこっちですけどね、ここからこっちで、ここからはまあこっちに届いてるんで、あのまあ、ここプラス、ここからここへの。 通訳っていうのが多いですけど、まあ、そんな機会を通して、えーまあ、なんだろうお手伝いするでもなんか誰でも彼でももちろんするわけじゃないんですけどご縁がある方っていうことになるんですけどでもなんかこう簡単に癒せちゃうってことがわ <laughs> かったんですよ <laughs> 簡単に癒せるらしいみたいなで確かにそれを目の当たりにしてきておおってなるんですよ。で あの苦しまないと学びは得られないとか努力しないといわゆるねノーペインノーゲインってこう、まあ、英語であるみたいな,なんだろう日本語だと努力しないで得られるね成功ってないみたいなのがあの染み付きまくっちゃってるからもう罪悪感ですよねそんなケロッと良くなったり幸せになったり幸せを感じたりしたら。 いいんですかみたいなとこから来るんですけど、いいんですっていうことが分かりました。<laughs> 最近、最近。で、その、えー、まあ、まあ、今回ここでシェアしたいなと思ったのは、さらにもっと前ですよね。どうやって抜けたのかっていう。結論から言うと、あの、覚えてる限りは、まあ、さっきも何回か見直してみたんですけどあのし、死にかけてる時期のね、メモとか、いっぱい残ってるんですよね。で 3年間には同じ、まあ、一番あの相性の合うヒーラーさんを見つけて、その時から3年間で、なんか多分8回か10回ぐらいあの、なんかあればすぐ助けてって言って、<laughs> あのあのこれ何ですかとか、なんでこんな苦しいんですかとかあの、ここはね、ここの声が聞こえなかったから、あのヒーラーさん。 まあ、リーディングしてもらって伝えてもらうとか癒してもらうとかっていうのをしてっていうそんなにもやってたんだっていうぐらいあの人の手も借りましたしあのえどうして苦しいかっていうとハマ、まあ、まりまくってるんですよねこの肉体にはまりまくっこうあのいわゆる俯瞰ができていないその意識の拡張の反対なのでもう就職しまくってしまって。あの 体内に、この三次元の世界にもうなんかズボって突っ込んでると何にもこう,こう何にも見えない状態なんですよね。で、一番苦しいのは、あの、世界はここしかで見えてなくて、しかも、あの、見てるのは周りみたいな。んか周りと比べて、まあいわゆる他人軸ですよね。周りと違う自分ダメとか、あの普通ができない自分ダメとか、落ちてる自分マジで。 あのキモいとかダメとかなんかそういうのをこの状態が一番しんどい、まあ、まさにその状態だったので私もあの被害者意識ねあの被害者意識私だけ苦しいこれこんなに苦しんでる人世界の他にいるのかしらっていうぐらい自分が一番世界のすごい下の方にいるように感じる体験をしてたんですよねもうこういう状態で。で じゃあそういう、まあ、人の手を借りて、こういうこ、この辺から見える人からね、この辺からどういう状態なのとかを見てもらえるように、まあ、スピリチュアルな世界とか、あの精神的な部分、肉体とか、まあ、いわゆる医学とかで、えー、う医学とかで説明できないような体調不良とかを必死に探していったんですよね、原因とか解決方法とか。 でそれをやっていく中でステップバイステップでこう開けてきたっていう,う、まあ、結論から言うとそれですまあ苦しみ切ったとか必要な部分必要な体験をしきったから、えー、開けたっていう、えー、体験になるんですけどまあそれをこうなんだろうな それだけですって言われたら <laughs>、それだけですって言われたら、もちろん、そうですかっていう感じになっちゃうんですけど、<coughs> なんかその同時進行でね、今、その浮かんできては、また落ちて、落ちてる自分にまたへこんで落ちるみたいなのを見せてくれてる、えー、存在がね、いてくれて。で、えっ、ー、と、 もちろんその、えー、とその人のねベストなタイミングっていうのがあるんですよね。で、えー、その時にベストなヒーリングとかエネルギーとかはもうどんだけでもあのシェアしますし、えー、最終的にはねもちろんその本人が自分軸に戻ってくる、えー、っていうところが一番大事なのでその戻り方戻る道 を見つけるのって、まあ、それぞれだと思います。でも、その見つける、えー、キーワードになるのが、えー、他人軸、自分軸だと思います。その、こうなってるときは、あ、まあたうん、そう、自分軸は、まあ、えっと、最終的に私がなぜ苦しんでいたのか、原因っていうか、理由は、 本当の本来の自分が泣いていたっていう状態だったんですね。で、本来の自分ってどこにいるかっていうと、ここにいなくて、ここにいるんですよね。あの、感じられるのって、その、特にこっちからインスピレーションとして何かメッセージを受け取れる人はもちろんそこで答えが分かるんですけど、一番その、いわゆる、うん、まあ、ここにある小宇宙、こっちの中に、 入ってくっていうことがとにかくとにかく必要だったっていうだけのことだったんですよねその苦しい時期黒いわゆる魂の闇よって言われるような自分がこう本来の魂がその肉体をまとってその上にさらにこうめちゃくちゃ自由でめちゃくちゃ幸せでめちゃくちゃ何でももうフルパワーフルパワーというか何でもオールマイティーな えー、何でもできるような可能性に満ち光に満ちた自分に肉体が入,肉体に入るんですよ。でそこプラス生きてきた環境、まあ、あのじ時間軸のねその、まあ、過去性だのカルマだのっていう、まあ、いろんな言い方はありますけどとにかく自分が人生経験としてこう、えー、だろう仕入れてきた 考え方これこれちょっとも,もらってみよう。これもらってみよう。まあ、い,わいわゆるその、えー、固定観念とか、えー、思い込みとか常識とか普通はこうとか、えー、なんかそういういそういう考え方ルールとかそういうのを全部くっつけてくっつけてくっつけて。 ドカーンって自分はやがわこれが私でしたっていう体験がしたくてわざわざこ乗っけてくるんですよね自分でそれに気づいた時にびっくりしたんですけど最初まさか自作自演だと思わないじゃないですかだって人のせいでしょ <laughs> だって親のせいでしょとかだって職場の人のせいでしょこうなったのとかだって環境のせいでしょ国のせいでしょ文化のせいでしょ えー、あと何 <laughs>、えー、地球のせい、地球のせい分かんないけど、皆さんが何をね、あのー、何をこう対象に思うか分からないんですけど、まあ、大体はそうやって親のせい、義、え、理、ー、家族、義理の家族のせい、えー、職場、地域の人たち、ママ友とか、あと、 まあ、とにかく自分の環境とかね、生まれ落ちた環境、育った環境、職場環境、家庭環境、何でも、その外のせいに、しがちですよね、普通。<laughs> 普通っていう、私も普通でした、そういう意味では。で、もう、ドツボにはまって、で、特に私は、あのー、あれです、生き量にあ、なんか殺されかけたみたいな、変な、変なって言うとあれですけど、えぐい体験があって、 それってもまさに被害者意識を私は取りつかれてしまったみたいな、えー、取り付いたやつの方が悪いっていうねその傷つけられた方があの守られるべきみたいなねだけどそれさえも、えー、と実は自分に何らかのこうリンクする要素がなければ取り憑かれることってないんだってって知った時に もう受け入れられないですよね、そんなこと、嘘でしょみたいな、私に非が、そういう意味で非が、そこを受け入れられないみたいな、ね、どんだけでも自分を否定できるのに、なんか、いや、こうなった人生は自分で選んでるんだよって言われたら、いや、ええー、みたいな、何をおっしゃってますみたいなあの、もうなんか怒りとか悲しみになっちゃうじゃないですか、だって、自分で選んでるだと、みたいな、もう怒りですよね、ああ、みたいな、そんなわけないでしょと。 えー、そんなねわざわざどんだけ M なんですかどんだけもうザ自虐じゃないですか。だけどあのそれはえー、い,いと裏を返せば全部自分で今から選んでいける。誰にも押し付けられない。ていか今までもそうだったんですけど今までもそうだったんですよずっと。 ずっと人生の体験どうしようかなそれを意識的に覚えてるかどうかは別として、自分で選んでいる。自分で選んでいるの自分ってどこ,どこを指してるかというと、ここと、ここと、ここ3つあるんですよね。いわゆるこうハイアセルと言われてる、まあその、その、なんだろうな、上から俯瞰で、ね、見れるようなその魂の世界というかね、えー なんだろうなマリオネットみたいに、なんかエヴァンゲリオみたいになんかこう操縦者がいて、<laughs> 操縦の子になんかあのスーツがあるみたいな感じなので、これで全部セットで自分なんですよね。で自分が選んでるって言ったときにいや、ここははって思いますよね。はみたいな。なわけないでしょと。 でここももやっとするんですよ。なんてことを言うのみたいな <laughs> こ。こんな傷つけるわけないじゃん、自分でっていうね、えー。と思うんですよ。だけど、ここの意味、例えば生まれる前に決めてきたとか、あのそれも全部意味があって、自分でこういう体験しようべって思ってあの、選んできた道、一日一日、1 1 1 1 1毎,週毎週毎週選んできた道、それが今につながってきただけであって、 じゃあどういうそれ知ってどういう意味があるのっていうと実は自分で全部選べて自分が舵取りできるんでしたっていうちゃんちゃんみたいなところがあるんですよね。それを実感で思い出せる体感で思い出せるまで時間はちょっとあのかかる場合もあると思うんですけど。 えー、今あの状況的には私が今23年前って言ったんですけどさらにまたねそのエネルギーの回り方ってよくなってる軽くなってると思うのでもっと早く抜けれるようになると思います、えーまあ、それも信じてるとさらにねいいと思いますその信じてたり許可できてたりするとねえいいのも抜けてであのー、いわゆるそういうこうなんですかねそのコンフォートゾーンって言われてて例えば苦しいことが常であって 苦しくないい状態が怖かったりすするるんででよねあの被害者意識でいる自分私が悲劇のヒロイン私があのスポットライトを浴びて泣いているっていう状態がずっと常であるとそうじゃない自分もうめちゃくちゃ豊かで超幸せでお金も人,も人も人間関係もえか、ー 変更も美も若さも全部ありますって言われたら、えって。<laughs> え、そんなことって許されないでしょみたいな、そのなんか恐縮しちゃって、あの、そ素さとあの悲劇のヒロインコースに自ら戻っていくみたいなね、ことって往々にしてありますよね。まあ私もその一人でした。だってすぐ抜けれる、抜ければいいものを、あの、抜けれないんですよ、と。 頭はどうやっってて抜けるのそれって <laughs> 何をもって抜けるのと頭はさっぱりわからないであの頭が考えるべき頭の仕事いわゆるヘッドマインドの、えー、仕事って、えー、あなたが誰なのかとかあなたが何をしたら幸せなのかって考えることじゃないんですよね。 実は。だから、えっと、考えても考えても答えはないんですよ、ここに。びっくりしませんないんかいってあの。考えたら答えは出るし、調べたらググったら答えが出る。今、チャット GPT からチャット GPT、なんか答えが出るんじゃないかみたいなね。出ないんかいと。で、あのつい昨日もね、そんな話をしたんですけど、えー、とここで考えまくるから、ここが。 バコーンってあのバグって全部機能性になってここがオーバーヒートしててショートしてるから考えすぎるからなんで私はこうなんだろうとかどこから来たんだろうとかマジなんか星へ帰りたいとか言い出してでえっ、ー、といやそれ私ねでえっ、ー、とこん,ななんでこんなとこ自分の好きな国へ来て移住までしたのになんでこんな こんなみ惨めな思いをこんなとこでしなきゃいけない。私だけなんでこんなとかね。あのまあ、とにかく答えはどこどこってここで探しまくってるから、占いに答えを求めて、あの物理的に、ね、見せてくれる答えねあの。これがピンとくる、これじゃない、私これか,これかなとかこの、ね、いろいろやって。で、 えーと頭で考えまくるからもうこ,ここがショートするんですよね。かろうし。<laughs> ここがもう、まあ、死んでないけどあのここがパツンってなってネガティブのオンパレードになるっていうそれがまたこう続いてっていうだけなんです。じゃ何をすればいいかというとうーんってやります。<laughs> あの強制的に起こるのが 落ちまくって、泣きまくって、疲れ果てて、チーンってなるじゃないですか。チーンってなると、やっとここが止まるの。止まるっていうか、多分もう止まってしまった感じになると、初めて、ここのふわって声が、あとこっからね、あとねふわってね、急に、まあ、ビ,ジョえビジュアルビジュアルビジュアルで見えたり、あのー、 声が聞こえたり、言葉がパッて浮かんだり、なんか、あ、なんかこれやりたいとか、あの頭がついていけないようなあの、なんか衝動とか、なんかこれやりたいとか、あ、あれやろうみたいなことが起きるんですよね。だからその、生きまくると、生きまくらなくても、生き切らなくても、今休めれる人は、ぜひもうあの10、10分、15分でいいので、目を閉じて、深呼吸して、 えー、ここね、ここを意識して、ハートを意識して、開ける、開ける、開ける、光を入れる、愛を入れるっていうことをして、えー、声が聞こえるように、ここに答えがあるので、私が何をしたくて、この、 あの人生を選んできたのかとか何で私はここにいるのかとかどこへ行きたいのかとかここが知ってるんですよ、ね。まあ、ここなんですけどここからここにねあのここににって <laughs> 喋れてないけどここに届いていろんな思い込みでフィルタリングされてここに届くのでここの声を直にね聞ければ、えー、魂の声みたいなご自身の本来の姿っていうのが見えてくるんですよね。 だからこう、あのー、この人のミッション、このね、ヘッドの、ヘッドマインドさんのミッションを、えー、ちょっと減らしてあげてほしいんですよね。で、それを、とにかくできる限りやる。あのー、<laughs> 占いとか、えー、そういう、 まあね、私が当時、椎茸占いとかね、ものすごい好きで。で、あとはタロット占いのホームページとか、えー、いろいろ課金したりとか、その、なんちゃらヒーリング、なんちゃらリーディング、あとなんかいっぱいやったな、えっ、ー、と、催眠療法と過去性をね、思い出し始めちゃって、なんやこれとか言ってね、で、それでまたなんか体調が良くないみたいなことで、あれやこれやといろんな、 手を尽くして、もがき、あがきみたいなことやってましたけど、じゃあそれ、その状態って一体何なのかというと、自分の声が、 ここにね、耳を澄ませば聞こえるのに、聞こえてないと思ってるから、いや、ずっと言ってるの、ずっと叫んでるんですよ。ずっとこう、あの、なにちゃんって、なにくん、私はこれやりたいんだよ。はい、これ自分がやってること違うよ。だから、もうやっと、もやっとビームを出してるよ、みたいなね。ずっと、こう、ずっとコミュニケーション、こっちからめっちゃ取ってるんですけど、それを私も含め、もううるさいな、みたいな。もう、もう、ずけずけとですね、押し殺して、見えないふりと。 もう何うかボンボンってこうなんか向こうからノックしてるのに聞こえませんと存在していませんあなたはとえそうじゃないとこれ,これを許してしまうと自分が自分でなくなっちゃうんじゃないかっていうねそのあの自我が形成されてから自分になって親とか家族とか学校の友達とか社会との中で自分を守ってきたこのヘッドがねめちゃめちゃ頑張って守ってきた思い込みね そんなことしたら変人だと思われるよとかそんなこと言ったら友達嫌われちゃうよとかあのそれなりの守り方をしてきたんですねここが。だからこれが出てきてしまうと私,私が壊れてしまうんじゃないかっていう恐怖感に襲われるんですけどこの人が出てくると最高に幸せなんですよだってこの生き方をしたくて来てるんでこの地球にね。 なので、この生き方を、この生き方の何何や、私、すごいやんっていう,こうギャップを感じたくて、蓋をしてただけなので、何にも悪くないですよ。ここも悪くないし、この、ね、押し殺してた自分も全然悪くないですよ。だけど、えー、この体験は早ければ早い方が楽しいと思うので、まあ、外せる人は外しちゃう。外し方は、えー、怖いのは、えー、普通。 怖いのみんなそうだよっていうのを覚えといてもらってえっ、ー、とまずはあの行きたい方向とかなりたい自分とかやりたいこととかの前にあのとにかく嫌なこと嫌いな人とか全然離れちゃってるもうなんかそれそれ自分から自分を守るために、ね、この声を聞くために まずはここに乗っかってる重いものとか思い込みとかもうこの辺にいっぱいもうガンガン乗っててこの,なんかこの辺にも,、ね、も,うそのもうかぶさっちゃってみたいなのも全部一個ずつ外すとこからなんですよね。で泣いてる泣いた日々とかあのもう激沈して何もしない日々とかちゃんと下ろしてるんですよ。で起きた時にまたあの用意さえ用意せとあの付けさえしなければ。 あのいいだけであってつけないようにするにはここを休めてあげてえっ、ー、と今私がしたいこと何かなこれした方がいいんじゃないかなこれしないやつしたしち,ゃしちゃいけないやつとか 普通の人は今この,今この時間ね、これしてるんじゃないかな。私もこれした方がいいんじゃないか。はい、これしなくていいやつ。<laughs> っていうね。これ、これで何々した方がいいんじゃないかな。何々し,しなきゃいけないんじゃないかな。何々するべきなんじゃないかな。普通はこうなんじゃないかな。みんなはこうなんじゃないかな,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 いかなっていうのはここ。なので、そっか、そう思うよねと。 ごめんね、過労させてしまって、ブラック企業の社長でごめんね、私がと。で、ここのね、幹部頑張ってくれてるんですよ、このヘッドが。だけど、それ,それはただただショートが起きてる、もう暴走してるのは、ただただオーバーワークをさせている、過労させているってだけでした。私がやってましたっていうことで、休んでくださいと。休ませてあげて、何がしたいんだろう、私。何もしたくないが、 したいっていう時もめっちゃあるんですよ。だってそれがめっちゃ大事だから。だってそれ、それを許してあげる自分、めっちゃ怖いですよ。スーパー怖い。だって何回、何回やらないと怒られるとか、何回やらないと世間的に廃人なんじゃないかとか思うので、めっちゃ怖いんですよ。だけど、えっと、罪悪感で休む時間よりも、うんともし可能であれば、 何もしない私を選ぶその時間が、えー、私のねハートを開き私が私らしく生きれるようになるその光がどうせ人のためになるんですよっていうことを思い出すそうするとえっ、ー、とちょっとでもねそれがこう心から休める時間を1分でも、えー、次の日が3分になってもなんかそういうのでいいのでやるみたいな感じで。 取れていいいくんじゃないかなかと思います、まあ、まさにその私の場合は今ちょっとマイルドな方法でしたけど私の場合はガツンって落ちてボカーンって取ってみたいな,なんかほんでガッて上がってきたけどなんかいろいろよくわかんないなんかガチンゴチン当たってみたいな感じだったのでそれがとってもスマートな感じになるんじゃないかなと思いますあの、えー、頭を休めるで えーと心の声を聞ける。どうやって聞くのっていうと、もうとにかくここ休めるだけなんですよね。そしたら、パッて浮かぶこと、言葉じゃないかもしれないです。言葉じゃない、あのなんとなくな感じとか、そういうのを一個ずつあの叶えていってあげるあのあ。ちょっとさっきずれちゃった、それちゃったんですけど、占いとか、あのとにかくそういうものに、何だろうな。 はえー、と他のね、えー、自分のことが見えない時にひたすらひたすらそういうあのなんだろうそういうた、まあ、記事とかねネットでいろいろ調べてあのとにかく声を聞きたいんですよいろんな人の。でいろんな人の方法とかノウハウとか。 どんだけみんな死に物狂いだったとか声を聞きたいんですよね。でとにかくそうしてたんですよ。でもそれの、まあ、何にも役に立たなかったとは言わないんですけどなんせ自分が求めてるものって人の声じゃなくて自分の声だったのでそこにたどり着くまで大回り遠回りしたなっていう。 記憶がありますで一番私の場合、えー、と象徴的だったのがあの誕生日パーティーを毎年ずっとずっと、うん、社会人になってからずっと毎年あのイベントにしてアートイベントにして人をつなげる機会にしてたんですよね自分なんかパーティーする言い訳だぜとか言ってで 自分で誕生日を祝ってくれって主催するなんて日本人じゃないとか言われながら日本でもずっとやってたんですよ。ね、あのー、生まれて初めて自分,自分だけの自分だけの自分私のためだけの私、これ伝わ,る伝わりにくいかもしれないんですけど 誰かのために、誰かね、人をつなげるためとか、誰かに見せるためとか、誰か、まあ、今で言うインスタ映えするしないとか、インスタ映えとかの話しないかな、もう、SNS に上げるためとか、なんかそういう、他人の、自分以外の誰かのため、何かのための時間、特に誕生日っていうのを、 自分のためだけの時間にしたことがなかったっていうことに気づいたんですよね。で、続けてきたから、続けてきたことを、せっかくだから続けたいとか。えー、石の上にも3年とか日本で言うし、えー、続けることに意味があるとか、途中でやめたら格好悪いとか、そういうので、 無理やり続けてた時もあるんですよねやりたくないなと思ってても無理やり続けようみたいな。で、えー、と今年はあなんかそれをやるまでにそ,のそんなになんだろう,うーん華々しくない誕生日は受け入れがたいとかあの何にもしないなんて えー、なんか脅迫観念があるというか何もしない自分はダメ廃人だと思われるから何かしてなきゃいけない動いてなきゃいけないっていうあの脅迫観念とかあったのでそれをね見つけてから楽なんですよ見つけてしまったらあなんだそんなふうに思ってたのかそっかいやありがとうって光にしてはいみたいな自分と行って。 ね、一体化させて新しい自分にとして歩いていけるんですけどもうそのね自分のためだけのじ自分の誕生日なんて怖くてできなかったんですよ最初その当時だけどもうもう限界だったのでもう意思で意思でよし私のためだけの自分のため自分が自分を一番世界で一番お祝いしてあげようっていう、えー、意図的に 準備もうあの,あの正直言うと多分もうそれあの手がつけられないぐらいそういう企画とか人場所を見つけてとかもうその見えのためにそれもう全く追いつかない状態でもう半,半死状態だったのでもうそれしかなかったんですよ結,結果。でそれが2年前の誕生日だったんですよね。で 何にもパーティーの音楽もないしあのプレゼントもラッピングされたプレゼントもないしゲストもいないしあの愛する子供とね娘と私だけの時間でちょうど自分の誕生日の日付に変わる、えー、11時何分とかに シーンってなったんですよ。シーンってなって、暗い、まあ夜、夜中なんで暗くて、ランプだけつけて、照明だけつけてて、多分、なんかキッチンか、キッチンテーブルとか,かに座ってたんですけど、リビングにある。で 思っっってててたたことを書き出しいいるっていう自分だったんで「すよねでお誕生日おめでとう私」って言った瞬間にこれちょっと今思い出して泣けてきたんですけど「やっと来てくれた」っていう声が <laughs>「やっと来てくれた」ってあの やっと来てくれたんだっていうこ声まあこ聞こえる声じゃないんですけどうわって大きなハグをもらってなんかか感覚ですよ当時は何かなんかが見えるとかの感覚があんまりなかったのでなんだこれって思って誕生日おめでとうってこの意識も穏やかでこう 何にもこう雑念とかもなくてあキャンプルもキャンプルもとしてたのかもしれないんですけどあの私が私のためだけに意識を向けまくって自分のこの肉体があること手が動くこと見える目があることとかえっ、ー、と触れるこの感覚があるとかこうやってねやってみると 体温があるとか心臓が動いてるとかもうそんなんだけでわあすごいなーって思って「誕生日おめでとう」って言って自分で自分に声をかけた瞬間にうわってうわってありがとうってやってくれたんだねって。 いう声が包みましたっていう話なんですけど、じゃあ誰の声っていうとここなんですよね。本当の、本当の本当のすっぱかのかなめちゃくちゃ純粋で <laughs> えと、愛にあふれて光キラキラの自分、もう押し殺されてた自分、もなかったことにされてた自分。 えー、生きてきたえ自分が選んできた環境の中で作ってきた自分とかけ離れてるように感じるような小さくてか弱いか弱くしたの自分なんですけど、あのー、自分っていうのがもう,もうな涙を流して喜んでいるみたいなもうやっと来てくれてありがとうって、まあ、つまりやっと自分のここの声を言いに来てくれてありがとう。 って自分に言われたんですよねなん,なんなんだこの人生最高のバスではってなってこんな幸せもう内側からの幸せってないなと思いましたプレゼントでもゲストの顔でもどんな人が来てくれるでもどんな豪華な場所でやるでも叶わなかったガチの 幸せみたいなのをそこで知りましたね。自分が自分をお OK してあげる。存在していいよって言って、自分っていうのが、ここの自分がここの自分ですよね。OK してあげる、ここのパートナーシップというか、ここの何夫婦関係、信頼関係、人間関係みたいなのが、本当のスタート。 でした本当にガチのバースデーでした生まれ直しっていう死なずして生まれ変わり転生せずしてあの新しい自分っていうのを思い出すことができました幸いでそれができる人今まであのそれをこうあの転生することでやり直そうっていう魂も多かったって聞いてるんですけど それって全然可能だし自分でこう生きてる状態で生まれ直す別の人生を選んで生きてきたんだけども本来自分が歩もうって思ってた人生を今からでも歩んでいけるっていうことを何歳でも全く関係ない100歳でも、あのー、10歳でも、えー、今の10歳はねレインボーチルダンって言われててそんなこと必要ないかもしれないけど今30歳でも 50歳でも20歳でも80歳でも何も何も関係ない男性でも女性でもどんな,どんな性別でも何も関係なくて誰も他に必要がないまあいいまあねヒントはいっぱいあるんでいいんですけど一番欲しいのはあなたが一番欲しいのはあなたの,あのアテンションというかねその意識私を見て欲しい私に気づいて欲しい 承認欲求の一番満たしてくれる相手って自分なんですよね。自分がいいじゃん何それかわいいとかいいねって,泣いてるじ、泣いてる君も怒ってる君も全部最高じゃんってもう、もう生きてるだけで尊い、本当に幸せあなたがいてっていうのを。 一番言ってほしいのってお母さんでもお父さんでもあの恋人でも、えー、パートナーでもなくて自分っていう <laughs> 自分でしたっていうところが、えー、抜け抜け切った、えー、きっかけだったと思います。 苦しかった自分自分で突っ込みまくってたあの頭突っ込んで手もこう稼をね足枷手稼をつけておものすごいこうなんですかあれはダンベルじゃないけどわかんないけどこういうなんかあのー、サンドボックスみたいなの <laughs> えサンドボックスなんかね砂がいっぱいじゃらじゃら入ってるようなものいっぱい積んで背中にいっぱい背負ってみたいなこうなっちゃってこうやって歩いて首ももげちゃうしみたいなあのそんな自分も やだ、かわいいって思える日が来ます。それは今、それが来てもいい。今、ここ。now and here and now. 今、ここで存在してます。あなたの、えー、もう全部スパーンってこう。スパーンスパーンって光が、パーンってこう。 もうなんか語弧をしまくってるみたいな、語弧というかそこから出ちゃってるみたいな、あなたを、あなたがここに存在してるわけですよ、目の前に。それを見ようとしないとか、あああってはならないとか、いろんな拒否の仕方があるので、バリエーションがあるので、それを今、ありとする瞬間に、スパッて見えるし、自分と一体化、統合っていうのができると思います。 あのー、苦しみたいと思ってる自分がいたら、いわゆるコンフォートゾーンですよね。コンフォートゾーンで、いや、苦しんでるのが普通だから、私。悲しんでる、み、惨めな人生が私だからと。えー、言ってる自分がいたら、そうなんだって、そう思ってるんだねって。一回、丸ってしてあげる。で、 それをしてあげたら、してあげたら実は、いやまあ、なくてもいいっちゃいいんだけど、みたいなちょっとツンデレな字も出てくると思うので、<laughs> なんか、そしたら可愛いいじゃんって思って、あのー、よしよししてあげてください。なんか、そんなこんなで、えっ、ー、と、シェアしたいことがめちゃめちゃ長くなってて、結構しゃべりまくってたのかもしれない、今。 めちゃくちゃ喋っちゃって、ちょっとあの取り留めもない、別に、ね、論理的にまとめたわけでもなくて、わ、えー、かりにくい、伝わりにくい部分もあったかもしれないんですけど、もしあの役に立ったら、何か役に立つことがあったらいいなと思ってシェアさせてもらいました。<laughs> こんな話をする日が来るとはって、今でも不思議なので、でえプラスそのなんか 顔出しして喋ってるスピリチュアルなこと喋ってる人とか当時ですよ。イモいって思ってたんですよ。ひどくないですか <laughs> あの今自分で言ってみて違和感がありすぎてびっくりしたんですけど当時はようやるなと。なんでそんなことするの なんか、捕まっちゃうんじゃないみたいな。<laughs> それはまあ、私がちょっとね、魔女狩りの記憶、魔女狩りのなんかこう、あの、なまあ、デ,データというか、メモリーみたいなのと、ちょっとつながりがあったみたいで、その多分感覚があって、スピリチュアルな、ちょっと精神的な部分とか、言い出したら、あの自分、火破りにあった経験と重なってるみたいで、あの、 なんか人生終わっちゃうんじゃないかとかね誰かに見つかって引っ張り出されるんじゃないかとかだからダメだよ見せちゃってそういう話顔出して名前出してやっちゃダメだよって思ってたんですけどまさかこんな日が来るとは、えー、どうしてその日が来たかっていうとやっぱりそういうねなんかあのん本当にそうとか もやっとしたり怖いなって思った時にどうなったら怖いのかな何が怖いのかなでちょっとチラ見しに行くみたいな何が怖いのかな私おおみたいなええでちょっと認識して言葉にした瞬間に出てきた瞬間にですよそれってあの自分には合わない思考だったり思い込みだったり考え方だったり っていうのが分かるからな、見てみなえ、見て見ぬふりをすると、ずっとそこにとどまるので、ずっとその,あのデータが回るんですよね。だから、あのそんなことしてたら、引きずり下ろされちゃうとかあ、なんか困ることになるよみたいな、えー、思い込みがずっと 回り続けるんですよ、ね、あの稼働し、発動し続けるというで、それがこう、なんでそれを自分が従わないのかとか、なんでそれを避けているのかっていうのは、なんでなのかな、それが起こったら、最悪やって思う状況って何かなって、ちょっと、ちょっと考えてみると、あー、でもこの世の終わりじゃないな、これ、みたいな。 とかあーもうなんか人に言われたところで自分の価値って変わるっけとかなんかパッて浮上してきた瞬間に手放せるんですよなんかわざわざあのなんか手放し悪くみたいな書き出してとか実はあんまりいらなくてちらっと見に行った瞬間にパッて浮上してきたら 出てきたらもう離れたも一緒というかもう,もう抜けてるんですよね、それ。だから私もあっという間に、まあ、怖いなと思ったら、まあ、書き出すとか、えーえー、としゃべってみるとかね、今だとこう、なんだろう、ね、なんかみんな独り言とか自撮りなんてもう普通の世界じゃないですか。だから独り言でブツブツ言ってても誰も気にしないし。 あの通報もされないし、捕まらないし、いいんですよ。自分が喋りたいところで、一人で喋ってもいいし、聞いてくれる人がいれば、聞いてもらってもいいし、書き出すでもいいしあの、殴り書きするでもいいし、して、これが怖いんです、私。これが怖いんだ。これがキモいと思ってる。これが許せないと思ってるんだ。これが おかしいと思ってるんだ。もやっとしてるんだ。とか、書いてみたら、あれってなるんですよ。あれへえみたいな。<laughs> 出た瞬間に、自分の外に出た瞬間、ちょっとここ,こから出した瞬間に、あれってなる瞬間があると思います。それで、その瞬間に実は外れている。あのいわゆる思考がね、あの旅立っている。 消化されている。っていう感じで、あのさっきの頃ねこの部分ね、これ、こう乗っかってるやつが、一個ずつ降りてる。一個ずつじゃないかもしれない。一発でパーンって弾けれるかもしれないので、ぜひぜひ出していく。入れまくってきてる人が多いと思います。入れまくってるのに、入れまくってるいろんな人のいろんな意見とか、いろんな人のいろんなあのアドバイスとか、えーあのねまあ、いわゆる無責任なね。 結局は私の幸せ誰も責任取ってくれないみたいな感じのいろんなアドバイスあるじゃないですか。ネットの情報でもいいし、何とかの講座でを取ってでもいいし、何でもこうインプットしてきてると思うんですよ。もうだでも、便秘状態の人ねあのあのスピテ、スピリチュアル的に便秘状態、パンパンになってると、あの自分のこうやってこう自分の姿も見えないし、周りばっか見えちゃって。 あれ私、あれを受けたのに、あれも、あのアドバイスもやってみたのに、全然、あの人みたいになってないとか、全然、ああなってないじゃん、もう、って、チーンってなるみたいなね。な <laughs> ので、出す。<laughs> 出す。出して、すっきりして、ああ、私、こういう体型でしたっていうね。本当はこういう体型っていうのはまあ今、表現ですけど、こういうのが私でした。自分を初めて、こう、こっちばっかり見てた、あの入,れ入れまくって、外ばっかり見てた。 えー、っていう、もしじあの自覚がもし終わりでしたら、で、一個ずつ下ろして、下ろして、で、こっち見るみたいな、こっちふんふんみたいな、何が起きてる、ここで。っていう感じで、まあ、涙もね、いっぱい、涙もあの浄化なので、泣きたいときは泣いて。 泣かせてあげてください。ぜひぜひ。いやー、なんか取り留めのない感じになっちゃったんですけども、なんかパッと思い浮かんで、シェアしたいと思ってシェアさせていただきました。長くなりましたが、あの、もし、何かなきっかけになったら、嬉しいなと思います。エネルギーを、あの、まあ、送るときはね、私から出してるわけじゃないんで、えー、こう、こっちからね。 こっちから、お空のところから届くように。愛と、光を。<laughs> もう怪しいのよ。こういう発言しちゃった怪しいよねって、ちょっとね、ノリで突っ込んでる自分もいるので、まあ、照れてはいるんですけど。はい、ぜひ、えっ、ー、と、こんな感じのお話になりましたが、また。 機会があったら、まあ、なんやかんや、たぶんしゃべりたくなってしゃべると思いますので、ちょっと次、リーディング取りまーす。<laughs> むせた、最後に。では、では。<laughs> やだ、むせた。<laughs>